やってきました。いや、かっこいいね、このヤシの木。ヤシの木並木だよ。おしゃれ。ヤシの木ザワザワ言ってるよ。すごい。ここさ、夜来ると工場夜景すごい綺麗みたいな。平日はさ、5時か6時ぐらいから行けばいいのか。あ、これだ。これだ。これが見たいんだよ、本当は。でも夜行かないといけないからさ、またこれはいつかだな。ちょっと待って、ちょっと待って。すごいね、内部まで見えるよ。あ、こっちの方がさ、見晴らしいいね。海だ、海だ、キリンさんだ。いや、あの辺すごいな。すごいぞ。やっぱ工場いいね。暑いわ、これ暑いよ。めっちゃ見える。これカメラ越しに見えるのかな。あー、なんか微妙に見えないかな。割と見えることない。これ細かっ。あ、見つけた。あれじゃない、今いるタワー、あれだ。ちっちゃっ。これあれやん。やれっていうあれやろ。やべえな。ただやっぱ昼間に行くよりは夜行った方が絶対いいかもしれない。昼だとさ、逆光になってもあんまよく分かんない、見づらい。いや、次来るなら夜だな。いつ行けるかな。カンガルーってなんであんな強そうなんだろうね。かっこいいな。さあ、また寒いぞ。絶対絶対道草食った時間が結構経ってて、ちょっとそろそろマットコーヒーゼリーさんと食べに行かないと、ちょっと時間的にやばいかもしれない。いや、アスレチックで遊びすぎたな。
動画を見てくれてありがとう。こんな感じでくだらないことしてるから、よかったら他の動画も見てね。で、面白いなって思ったらチャンネル登録もよろしく。 Twitter とかもやってるから別にフォローしてくれてもいいんだからね。それじゃ、またね。